中に皆さんもどんどん発言していただいて、重要なものはすでにもう皆さんもうお話しされたんですよ。ところが、まあ、この話を初めて聞かれる方にとってはまだまだ理解できない部分が、まあ、あるんじゃないかなと、思ってるんです。で、お帰りになってこの先ほどの2冊のこの日本は世界文明の発祥地竹内文書と民族探訪からの位置、それに、日本は世界文明の発祥地に日本のルーツ無大陸里帰り、これを、今日のこのシンポジウムの後で読んでいただくともうズバリ分かると思うんですね。で、今日勝さんが徳之島の方から来ていただいた内容もこの2の方にほとんど載ってます。で、写真入りで載ってますので、よく理解できるんじゃないですか。